ジッププラス3。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はちょっとなんかもう子さんの3人が子さんの3人が勢ぞろい。今や、はい、今や子さん。今や子さんだって何年ですか。もう一番長いんじゃない。一番長いと思う。だよね。1、2、3ですもんね。そうよ。うん、何年やってるんですか。私入社して新人の時からなので、うんうん、もう4年4年か。で僕が3年目に突入、3年目終わったのか、うん、俺も2年目終わったもん。2年目終わった今3年目突入ちょうど1年後ぐらいです。年目弱いよね毎回そうよ毎回なんか年目が弱いのよ、おさらいしてもいいですかあのちょっと数字にね弱いところ、おさらいしてもいいですか、うん、私たちは今6年目5年目に突入、ね、入社の話ね、入社5年目、入社してから、5年目に突入してるから、うん、今丸4年経った。そうです、ね、あで俺も ZIP 3年経ったから4年目に突入してる。はい、ってことってことよ、ね、ちょっと正解が分かんない。あ、いや3年やってんでしょ。3年やる、うん、で石川丸4年やったんだよね多分。じゃあ5年ってことね。あ、ってことですね。 OK です、うん、ちょっとその年目は俺入って2022年4月に入って最初にプラス3やった時にこのメンツでやったの。おい、あれ覚えてらっしゃる。そうでしたっけ、うん、何のトークテーマでした。そのヤンモさんってなんで呼ばれてるんですかって。うわー、タコハチが生まれた時やば。そうだ、あれが2022年の多分4月かな、うん、4月。あとヤンモさんの印象でうちらがそうそうそう、うん、スマートな人って言ったんですよね、うん、言った過去ね。そう、今どう、今2年経った2年、うん、全然スマートじゃない怖いこれ見ろあれ見ろ。ご自身の中ではだって当時も言ってたよ、はい、俺のどこがスマートなんだって、全く分かってないよ俺のことって言ったの、はい、ぜひ皆さんプレイバックしてみて本当に分かってなかった。でもやっぱりそのなんて言うんでしょう、うん、今入ってきた新人の3人もそうだと思うんですが、うんうん、はいはい、やっぱりこうパッと見た印象はスマートでこう何でもできて、うん、でやっぱもうスポーツも万能で、うん、火の打ちどころがない人なんだなってずっと思ってましたもん僕は。思ってました思ってました、うん、でもヤンモさんの本当にこれはいいところだなと思ったのは、うん、隙を見せるところもめっちゃうまいんですよね、ヤンモさんって。だからその全部が完璧じゃないというか、はい、その完璧じゃないところもあえて見せてるのかわからないですけど、はいはい、見せるのがなんかめっちゃいいなって思います、はい、僕は、今日そういう回今日ごますり会、今日ごますり会、おい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 、あれって途中で気づいたじゃないんだよ、ごますり会がたまにはいいじゃん、ヤンモさんたまにはさ俺もこの後褒めるから二人のこと。ああ嬉しい嬉しい、褒め合う会にしよう今日。やだ、たまには嫌なのちょっと嫌なのどっち、じゃあないってことじゃん。石川はもともと俺らも褒めるのが嫌なの、褒めるのがそんなに嫌なの違う違う、今必死にヤンモさん考えてあなんで俺褒められたい人みたいじゃないか急にでも今日あの外録でも言ってましたもんね、あの家事育児分担のやつ。あ、そうそうそう、褒めてそう、あ、そうそうそう、みんな伸びていくから。そうそうそう、あのね、まあ、あの家事育児の分担で月末に会議を開いて、うん、その月のこうもっとこうしてほしかったとか、うん、っていうところももちろんなんだけど、お互いを褒め合って、うん、次そこがね、まあ、次の1ヶ月どうしていきますかっていう話し合いをして、うんうん、で締めていくと、うん、でカッとなってもその場では言わない、うん、いやすごい。その会議の名前がノートに書かれてたんですけど、ラブ会議だったんですよ。はあ、すごいな。どうですか、してますかラブ会議してないな、してない、ラブ会議したいな、ラブ会議願望ね、してるラブ会議、ラブ会議したいっすねしたいけど、え、そうか、一人ですることになっちゃうから一人で黙々とやってた、それもう日記ですからただのラブ日記、ラブ日記6月2日みたいな感じでただの日記になっちゃう、日記になっちゃう。ちょっと伸ばさないでよ、ちょ石川のこうヤンモさんが思ういいところよ、ちょっとヤンモさんのいいところ、伸びしないでよ聞かせてよ、ヤンモさんのいいところたまには、ね、いいじゃないですかね、うん、いつも。いやなん最初はねスマートと思ったけど、ね、最初はねスマートと思ったけど、うん、いやそので不器用なところも素敵ですし、不器用素敵ですし、かつあの、うん、なんか我々の、うん、あの放送内での失敗をちゃんと笑いに消化してくる、うん、ああでもそれ本当に嬉しいよね、なんかもう穴があったら入りたいぐらい恥ずかしいミスってあるじゃないですか、うん、あるね、うん、それをちゃんといじってくるあのもう頼む、誰も気づいていないでくれっていうミスって本当にあるんですよ、あるある、あの3ヶ月に1回ぐらいもう、うん、
もうどうにもこうにもごまかせないミスってあるの、そうそうそう、それなんか周りのね大半の人はスルーしてくれるんですよ、うんうん、そうそうそう、ちょっと褒められてるこれは褒めてる、いや褒めてる、でそれあえて絶対に見逃さない、うん、絶対に絶対に話はしない。なんかなんかあった、うん、そういうの。なんかさ、この間の冒頭のファーストサーティーで、はい、多分第一声なんだよ。はいはい、あのそしたら2回裏返ったの。ああありますよね。読んでる時にちょっと高い音が。テンポ感がすごく良くて、うんうんうん、すごいなんかいいノリで裏返ったから。なんとかのなんとかのって。あえてそういうなななななななみたいな感じラップみたいなラップみたいな感じだったから一応はけてった後にそのノリで一応話しかけていく、いやでもごまかせる範囲ではでちょっとごまかせたって思ってんだよ。でもなんかやっぱ我々アナウンサー陣はこう、うん、うまく何でもやりたいがためにちょっとごまかすじゃないですか、うん、ごまかすね。だから僕もこの間ちょっと甘噛みしたのをすぐ気づいてたからね山さん、うん、その後っていうのをその後って言ったのよ俺そうなの気づかなかった。 で僕はもう完全知ってた、うん、知ってたし、うん、でもスルーしてちゃんとその後って言い返し言い返したの僕は言い換えた言い換えた言い返した。誰に言い返したごめんなさい、でも誰にやる本当に誰にそういうところそういうところがねいじりたくなっちゃうんだよ。ちょくちょく変なこと言うの。そんごって言ったらあの山さんがこの間さそんごって言ってたよねって翌日を翌日だ翌日もう忘れた頃に言われるの結構そんな大きい間違いじゃないのに翌日に面白くて思い出したんですよね。でも褒めてほしいのはその場でこうバッて見なかったこと褒めてほしい。あそうですね、確かに。やっぱ真剣なニュース読んでる時にそんごって言った瞬間ビクって反応したんだけどだから今向いちゃったらさすがにかわいそうと思って、うん、あ要はそれがいいところそれがいいところそれがいいその場はその場は言わないその場は言わないっていうのがいやばいでしょその場で損後損後って言ってニュース読んでる人に対してさ裏返ったよね今裏返ったよね今裏返ったよねってその場で言ってたらこれはやばいやつでしょさすがにそこはねわきまえてます大の先輩 が, 大の先輩がその場では言わないけど本当直後に言いますからね確かにさっきさ熱冷めやらぬうちにね。いやあれは褒められてんのかな。いやでもいやそれあのいじってくれて助かる部分もあるじゃないですか。うん、消化できる部分もあるから。うんうん、このままいいじゃん。これ笑いに変えてくれる。あそうそうそう。このままでいいかちょっと置いといて。それはちょっと審議。じゃ審議として。でも笑いに変えてくださる。そうそう笑いに変えてくださるし笑いに貪欲だし。うん、ヤンモさんって。僕、ま、結構そのまだ出す俺もう北脇に行こうかなって思ってたんだけどもうちょっとちょっとちょっと北脇に行こうかなと思ってたけど、うん、僕はあの入社してから結構その報道のところに結構どっぷりと使ってましたので、うんうん、こうなかなかこうバラエティだったりとか制作だったりとか笑いに転じることっていうのはなかなか自分でも課題だって思ってるんですけど、ヤンモさんはそのあたりめっちゃうまいなって僕は思ってるんですよ。僕は思ってるんだよ。そう思ってない人もいますけどっていう行間になんかあって僕も思ってるんですが、うん、だから笑いの例えばこう面白いことをするときとか面白いネタを読むときっていうのはまずヤンモさんに相談したりとかするのね、うん、でこの間、新人アナウンサーが来て、はい、そう、ね、で新人の男性アナウンサー1人入って水越くんっていう子が入ってきて、うんはい、水越くんが空手が特技だって言うんですよ、うん、で冗談好きっていうねこう相手の顔面に突きをつくところが武器だっていうので、うん、僕が空手経験者としてちょっと水越くんに受けてもらおうっていうその流れがあって、うん、北脇くんがねはい、受けるそうです僕が受けてもらおうっていう話になって水越くんに受けてもらおうって言ったからお前が冗談好きする側になっちゃった急に、うん、じゃあ逆でした自分の冗談好きを受けてもらおう、うん、受けてもらおうってなってでやっぱりそういうのってどうこう水越くんを輝かせられて、うん、でなおかつちょっとこうプチ笑いできるようになるかなっていうので、うん、ヤンモさんに事前に相談したら、うん、どう冗談好きを受ければいいですか、ね、そうどう冗談好きを受ければいいですかで空手やったことある いたよねその場ねそうでやったことないのにそうで俺はやっぱ空手経験してるからちょっとこう避けちゃったりとかどうですかね、うん、みたいな感じで、うん、ああまあまあいいんじゃないって最初許容してくるのやっぱり、うん、でも俺だったらっつってはぁ、あ、って言ったら、いや新人の水越くんが頑張ってやってる場合はぁ、あ、って気合で受け止めてふわーって弾き返すねって言って、まあ、参考にならないかもしれないけど
面白いけど参考にならないかもしれないって思った瞬間、でもそういうところ笑いに貪欲だから、うん、でもあこういう案もあるんだ面白っていうのは毎回気づかせてもらえる、はい、いやそう、うん、やんなくてよかった、やんなくてよかった、でも多分本当にこの空手の冗談好きを受けるっていうだけで、うん、アンモさん多分十何通りパターンがあって、あ絶対あるから、その中の一つが、うん、いやーだったっていうでも多分本番になったら最適解を選ぶっていう、うん、そうなんだね。で昨日もやろうと思ってやめたことが実はあって、え何何ですか、あのバスケあったでしょ、はい、フリースロー、はいはい、入った風間さんのシュート打って入ったら、うん、そのまま水越くんのところ行って、うん、1年目の男の子のところ行って、僕と北脇と住岡で担ぎ上げようって、うん、やった入ったって言って、うん、風間さんが決めてるんだけど、うん、水越を担ぎ上げるっていう、うん、なんか思い浮かんじゃったの、うん、それ去年もやったの実は。え去年は渡辺唯があの新人として投げて決めた後に、はい、イエーイって喜んだところで住岡のところに行って住岡を担ぎ上げて喜んだ。担いでましたっけ、担いでよっしゃ山崎と北脇と、あれはとっさに思いついてやったの、うんうんうん、めっちゃ面白かったのそれは俺の中で味しめたわけですね、俺はすごく面白くて、うん、でも1年経った1年経って思い出して、あこれまたやりたいと思ってやろうぜって CM 中言ってて、うん、いざピーって始まるかぐらいの時に、うん、やっぱやめようってあれ多分5秒前ぐらいだと思います、うん、開ける、開ける CM5 秒前ぐらいに、そうでも最初にあの行くぞ、わざわざ山さんがこっちにも来て、ちょ決まったら担おうぜ決まったら担ごうぜって言って、俺的には大丈夫かなって思ったんですけど、5秒前くらいになってやっぱやめよういろいろ総合的に判断した結果これやめた方がいいと思って、水越くんも巻き込まれるし、やっぱやめようって言って、あと何よりもヒロミさんがいたからやめよう抑止力になって、確かに義堂さんだけだったらまだ一緒にやったかもしれないけど、ヒロミさんいらっしゃったからそういうところねビビっちゃう、あそうなんですね、そういうところもいいじゃないですかね、いいところや山本さんもね、攻める姿勢ね、ちょっと気持ちいいね今日のプラス3、うちらの番うちらの番ないし、いやこれは北脇が悪いよ、えなんでですか、もうね次行こうとしたところ、行こうとしたのに、あごめんなさい、どん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 出てきちゃう、出てきちゃうし、いつもお世話になってるから嬉しい、ヤンモさんに鼻の下伸び伸びちゃって、そう週3回伸び伸びちゃってね何伸び伸びたみたいな、伸び伸びちゃって伸び伸びちゃってこういうの言っちゃうんですよ僕、すぐ気づいちゃうから、言っちゃうからごめんなさい、でもそれを笑いに転換してくれるヤンモさんと今日はお届けしました、ありがとうございます、ということで今日のプラスいかがだったでしょうか、皆様の中でもヤンモさんの山本裕貴アナウンサーのいいところ、超嬉しい、なんかちょっとこういうところが素敵なんですよねって思うところがあれば、私はこう思いますっていうあればあのコメント欄にぜひ、失礼散りばめんのやめて私はこう思いますっていうところはあのコメント欄に書いていただければ、あの私も見ますし、いろんな人も私やめて書いてください、これだけはやめて、これだけはやめてほしい、これだけはやめてほしい、モザイクモザイクこっちこっちでもね、そのであのチャンネル登録とグッドボタン、いいねの3点セットだけ、グッドボタンいいねごめんなさい、コメントの3点セットだけあのよろしくお願いいたします、お願いします、ジャムさんのいいところ、2人のいいところもぜひ、あぜひぜひもしあればよろしくお願いいたします、あればよろしくお願いします、ありがとうございました、すみません、恐縮です。ありがとうございます。お腹いっぱいです。ごちそうさまです。おっす。おっす。はぁドドン。おっす。ドドン。